YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。今回夢の対談企画が実現しました。元サッカー選手と元競輪選手、異色のお二人にお越しいただきました。石川直弘さん、そして五感真一さんです。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、なぜ元サッカー選手と元競輪選手お二人に対談していただこうとなったかというと、ちょっと謎ですよね。というのも、東京オーバル慶応閣が令和3年3月に FC 東京とクラブスポンサー契約を締結したということで、それを記念して今回企画された対談番組になっております。ということで、お二人初対面なんですよね。はい、初対面です。初対面ですね。ただちょっと今ピシッと背筋伸ばされましたが、私は見ていました、はい、控え室でお二人お話盛り上がっていらっしゃいましたね。いや、初対面なのにね、何か通じるものがあるみたいで、バシッときましたね。そうですね、いろんな話がもう分かる分かるっていうような形で、あの控え室の場面を本当隠し撮りしたかったぐらいなんですけれどオフショットでね、撮ってもらいたかったですね、はい、本当にもったいないなと思ったんですが、実際に石川さん、競輪っていうのはいかがですか？いや、競輪自体はですね、見たことがなかったんですね。で、今回対談させてもらうということで、動画の方で見させてもらったりしたんですけど、僕が見たのはオールスターのところで の,、はい、活躍する姿と、あと引退の、ところで見させてもらったり、あとはですね、サッカー選手で引退して、選手、競輪の選手目指す方がいたりとかして、そういったところで直接は、見たことはないんで、動画でその迫力を見させてもらったっていう感じなんですね。実際に五感さんにお会いしていかがでしょうか？いや、もう動画だと、そういったこう人としての雰囲気とかっていうのを感じないじゃないですか。もうレースに入ってるっていう、そのもう勝負の顔というか雰囲気というか、だからすごいもうやっぱり迫力のある映像だったんですけど、実際に会った時にめちゃくちゃ柔らかな雰囲気を、半笑いでやめてくださいよ。本当にこのギャップは何なんだっていうところで、何なんですかね。ちょっと逆にその雰囲気を感じてびっくりしましたけど、やっぱり現役中っていうのは命に関わる仕事なんで、やっぱり本当殺伐としてて、危機感にもう危機迫るものが毎日あったので、やっぱりずっと張り巡らされてたんですよね、気持ちが。なんでやっぱり引退したので、やっぱそこはね、そこがまず違うのかなと思いますよね。確かに引退されてからかなり表情も変わった気が、しますけども。そうですか、あまり見つめないでください。五感さんはサッカーどうですか？いや、サッカーはもう本当 J リーグですからね、やっぱりそこは有名で、まあ、もう自分たちの世代というともう野球、そしてサッカーじゃないですか。で、やはり小さい頃はもう野球世代だったんですけども、やはりサッカーがね、J リーグとして、ね、すごく規模が大きくなってきて、ちびっ子がみんな将来の夢は野球選手っていうのが J リーガーってなってきたので、やはりそういうのを見ていると、すごいんだなと思いますし、あとは三浦和さんの影響とかがあって、自分が年齢を、ね、重ねてまで頑張れたのは、その三浦和さんの、名言だったり、そういうことをいろいろな情報を見て勉強してたので、サッカーっていうのは非常に自分の競輪人生でも、トレーニングだったりいろんなことで精神面でも役立ったことだと思いますね。同じアスリートとしてその共通点がいっぱいあるということなんでしょうか？もちろんそうですね。やはり先ほど話しててもそうなんですけども、やはり本当に人生の縮図だって話してたら、サッカー界も同じですということで、本当にまさに、競技は違いますけども、思いというかやってることっていうのは人同じなんだなって思いますよね。お二人とも、ね、サポーター、そしてファンの皆さんを盛り上げたという共通点もあると思うんですが、実際石川さんはサッカー選手になろうと決めたのはいつだったんですか？小学校6年生の時ですね、はい。J リーグが開幕したのが1993年で、当時小学校6年生、はい、で開幕戦の国立競技場で行われたヴェルディとマリノスの試合を実際にスタンドで見てたんですね、はい。でそのピッチの上でこうなんか躍動する選手を見て、いやー、もうああいう選手に自分もなってピッチに立ちたいっていう、5万人ぐらいいたんですけど、でその中でプレーするってどんな思いなのかなっていうことに自分がやっぱ知りたくなって、でサッカー好きで、好きなサッカーでお金稼げてご飯食べれる、もうそのスイッチがパーンとその時に入って、でそこで、マリノスのジュニアユースを経て2000年に、プロデビューしたんですけど、
まあ、だから12歳で、プロになったのが18なので、まあ、それから本当に6年後で自分がその夢を叶えたっていうのは非常に感慨深いものがありましたね。プロとして初めてピッチに立った時の気持ち、興奮っていうのは今でも覚えてらっしゃいますか？はっきり覚えてるんですけど、デビュー戦国立競技場だったんですよ。だから自分がピッチに立つ時に、あ、6年前あの辺で見てたなっていう自分がそこにいて、でその試合も、まあ、本当に時間短かったんですけどチームが勝つことができて、はい、まあ、その、まあ、少なからずその短い時間でしたけど、やっぱ勝利に自分が貢献できたっていう喜びと、あのピッチ立てたっていう喜びと、もう忘れられないですね。夢を実現した、はいはい。そして五冠さんは競輪選手になろうと決めたのは？いや、もう高収入だったからですね。もう努力次第で高収入なんで、やはりそこは魅力でしたね。え、はい、高校時代に自転車部に入って、はい、そうですね、もともと小さい頃から自転車乗るのが早かったんですよね。塾の帰りとか競争してても早くて、まあ、これいけるんじゃないかなと思って、それで高校から自転車部入ったんですけど、本当にもう本当に強くなってきて、インターハイ国体優勝して、これ競輪選手いけるんじゃないかなって感じで、で技能免除で入学できたので、トントン拍子に行けた感じですよね。高校時代から学校入ってデビューするまでの話を聞くと、本当エリート街道まっしぐらっていう感じですよね。いや、エリート街道というか、まあ、順調にいったかなって感じですよね。しかもすごく競輪選手が強い、注目されているっていう時代でもありましたからね。一番競輪界が良かった時代ですかね、今思うと、うん、はい、やっぱりあの頃は中野浩二さんだったり、うん、滝沢正美さんだったり、もう本当に競輪界がね、見てても高校生の私が見ていても本当にワクワクした感じなので、早くあそこの位置に行きたいなという気持ちで、まあ、行けるとも思ってなかったですけど、まあ、そこを目指して頑張ってた感じですよね。お二人ともその好きな競技で収入生活ができるっていうお話もありましたけれども、やっぱりファンの皆さんの声援っていうのも石川さん大きかったんじゃないですか？いや、もうそこがなければもう長く続けられませんでしたし、本当に自分が引退する2年半その前に怪我をしてリハビリをずっとしていた時に、やっぱ自分が頑張ろうと思っても自分だけだとやっぱり頑張りきれないんですよね。でそこに応援してくださる方々とか支えてくださる方々がいて、はい、新たなモチベーションが出てきて、最後はなんか自分のことじゃなくても 100% その家族だったり応援してくださる方々のためにもう自分の姿を出すっていう、それがモチベーションだったので、もういなければもう自分は最後まで戦えてなかったですね。お母さんもうんってうなずいてらっしゃいましたけれども、全くその通りです。ちゃんとお母さんの言葉でお願いします。本当その通りです。本当自分だけの力ではここまで頑張れなかったと思います。ファンの方のいるおかげで頑張れた自分がいるので、本当に言われた通りですね。ピッチとバンクっていうね違いはあれど、はい、ファンの皆さんの声援っていうのは背中を後押ししてくれるもんなんでしょうか？いや、めちゃくちゃ力になりますし、逆にいなかったらどうなってるのかなっていう、うん、ふうなことが考えるのが怖いぐらいですね。まあ、やっぱりファンサポーターっていうとやっぱりどうしてもこう全体的なイメージを思い浮かべたりするんですけど、でも僕の場合は怪我をして例えばなんか練習場に来てくださる方々、まあ、試合の時はたくさんのサポーターがいるん で練習場だとこう触れ合えたりできるんですよ。サインを書いたり写真を撮ったりとか。でファンサポーターっていうと僕は全体像よりもそういう一人一人の顔が思い浮かぶ。でそれがやっぱり自分の中ではやっぱエネルギーになりましたね。全体感よりも一人一人のその人のために、じゃあ自分って何ができるのかな、じゃあ全力でプレーすることだよね。でそこでのなんかこうなんていうんですかね、コミュニケーションが僕にとってはすごい力になりましたし、はい、そういったことが自分をこう支える上での必要な、はい、力となりましたね。五冠さんも、まあ、競輪選手ということで公営競技なんでね、ファンの皆さんとの交流っていうのはなかなか難しかったと思うんですが、その声援であったり、はい、たまにねヤジとかもあるんですけれども、はい、そういうのも力になりましたか？そうですね、やっぱり勝った時は褒めてくださったり、負けた時はお叱りの言葉も受けるんですけども、一番辛いのは何も言われないことなんですよ、うん、なのでやっぱりヤジという、ね、言葉がありますけど、でもやっぱりそれは裏返しなんですよね、応援の。なので私はそこはもう応援してるもんだと、くれてるもんだと思って受け止めてたので、やっぱりファンの皆様のああいう声援がなければ何度でも立ち上がることはできませんでした。私は何も言われないことってやっぱり辛いですか？
いや、きついと思います。一番自分がしんどかったのは、その怪我をして長期離脱をしている時の自分の存在感がどこにあるのかっていうところ、うん、だから、まあ、頑張ってねとか待ってるからねって言ってくださるのは非常にありがたいことで、やっぱり自分がそこに声かけられなくなったりとか、じゃあピッチの上で表現ができなくなる、それこそがもう自分じゃなくなる瞬間、やっぱりこう試合してたり練習していればそれを時々で感じるんですよ。でもリハビリしてて室内にこもっててたりすると、その関係性がなくなってはないんですけど、はい、ない状況に近いものになるっていう、もうその時は本当にしんどかったですね。自分が何のためにここでリハビリしているのかっていう、その意味すら分からなくなってくる。サッカー界と競輪界ということで、ちょっと共通点、今こう見ててもお二人の共通点私には見えないんですが、一つ見つけました。石川さん、何だか分かりますか？共通点、石川さん引退されたのはいつでしょうか？引退したのは2017年の12月が最後ですね。一緒です、はい、ということで、ちょうど4年目になるのかな、引退されてからお二人が。あ、そうですね、4年ですね、はい、お二人、まあ、慶応閣で、そして芦ノ湖さんとトスタジアムで引退ということで、はい、調布ですぐ近くですね。いや、そうですね、はい、同じタイミングだったんですね。そんなことがあったんです。思い出されますか今でも？めちゃくちゃ思い出しますし、はっきり覚えてますね。どうでしたか？そのピッチ立つ前までに、その怪我があって2年半実はかかったんですけど、まあ、復帰即引退の試合だったんですね。で、膝が状態が悪かったので、先にもう引退発表したんですよ。もう自分は今年今シーズンでやめますと、うん、でも残りのシーズンは自分の中でリハビリ、まだ復帰できてないけどリハビリして最後ピッチに立って引退するっていう覚悟をその場で伝えて、でもピッチに立てる保証はなかったんですけど、でもそういう思いの中でリハビリを重ねていって、で膝の状態も非常に良くなってピッチに立てたって、自分の中で思い残すことはもう何一つない中で引退できたというところで、本当に今でも覚えてますし忘れられない光景ですね。いや、もう私も引退セレモニーやらせていただいたんですけども、本当に私の一言一言を聞き入ってもらえて、場内がシーンとしてたんですよ。まあ、一言一言を聞いてくださっているファンの方に対して、本当に最後頑張ってきてよかったな、みんなが注目してくれて、お礼が言えたということがね、本当に感謝でいっぱいでしたね。いろんなことを思い出すことたくさんありましたよね。いや、ありましたね。慶応閣競輪場でも本当に思い出がたくさんあったので、成績も残せましたのでね、まあ、それは本当にファンの皆さんの応援のおかげだったので、本当に味わいながら、はい、もう最後ということでね、ご挨拶させてもらいました。お二人のお話を聞いて分かるように、その現役時代からサポーター、そしてファンの皆さんのことをすごく大事にされていたっていうのが伝わってくるんですが、現在石川さんはどんな活動をされているんでしょうか？引退してからは2018年からは FC 東京のクラブコミュニケーターという形で、はい、まずはクラブの中で今強く愛されるチームを目指してやってるんですけど、クラブの中にいろんな、まあ、部署だったり人、選手だったりスタッフがいるので、まあ、そういった思いをこうクラブの中でまずは強くしていく、強く愛せるチームにまずしていくこと、そういう中で外へ その発信というか、世の中への発信で、そこに協力してくださるやっぱりスポンサーさんだったりとか、地域行政、まあ、社会だったりっていう思いをこうつなぐような活動アクションを今は意識して、コミュニケーション、まあ、サッカーは今プレーとしてできないので、コミュニケーションを通じて思いを一つにしていくという仕事をしています。そんな中でこの慶応閣との、はい、そのクラブスポンサー締結というのはどう感じていらっしゃいますか？はい、非常にありがたいですね。サッカーでサッカーを高めていくっていうことももちろん大事なんですけど、まあ、いろんなスポーツ界だったり、はい、社会地域とつながる中で新たな FC 東京の可能性だったり、競輪の可能性だったりっていうものがそこで生まれていくっていうことが僕の中では一つの使命かなと思ってますので、こういった形で一緒にコラボさせていただくことによって新たな可能性を見つけて発信して共有していくっていうことを今後していきたいなと思いますね。まあ、それ地域ファンの皆さん、サポーターの皆さん、そして選手、競技、その中の潤滑油みたいな感じでしょうか？まさにそうですね。自分がそのきっかけ作りをしていく中で、実際に一緒にこう行うことによって、活動することによって、
その、まあ、参加される人だったりその地域が活性化されて人生がよりやっぱり豊かになるとか笑顔が増えたとか喜びにつながったっていうようなきっかけをどんどん作っていくことが自分の仕事だと思っています。そして五感さんは引退されてからはい、自分はスポーツ報知さんの方で評論家としてやらせていただいているんですけども、まあ、各競輪場に行かせていただいて解説等をさせてもらっていて、あとは個人的には社会貢献として医療従事者の方に、自分でオリジナルのデザインのマスクを、作ってそれを、販売をして、医療従事者の方に寄付をするという活動を今一歩踏み出したところなんですけども、勇気を持って一歩踏み出してみると本当に世の中にはたくさん医療従事者の方に思いを届けたいという方がたくさんいらっしゃいまして、五感さんが一歩踏み出してくれたおかげで思いが届くということがなんかすごくありがとうということを言ってもらえるので、まあ、一歩踏み出してよかったなって思ってますよね。競輪界だけじゃなく、はい、そこの枠を飛び越えてといった感じですか。はい、そうですね、競輪ファンの方もたくさんいらっしゃいますし現役の競輪選手もいますし、あとは地元お仕事で関わった人 の周りだったり輪が広がってますので、それがすごく嬉しいですね。あとは今 SNS の時代じゃないですか。やはり本当に全国各地にその送り先を見ているとね、沖縄から北海道からいますので、本当にこの SNS の今の時代ってすごいんだなと思いますもんね。はい、それは感じます。競輪だけじゃなくいろいろなことを五感さんは通してファンの皆さんにちょっと競輪を伝えたいという気持ちもあると思うんですけども、はい、これを機会にサッカーと競輪いろいろコラボしていきたいというのはいかがでしょうか。そうですね、やはり現役の選手も、まあ、サッカー選手の私もそうでしたけどもトレーニングとか取り入れてもらって、まあ、交流もしてもらえると非常にいいですし得るものがあると思うんですよね。あとはファンの方もサッカーに興味を持ってもらったり、まあ、サッカーのファンの方もサポーターの方も競輪に興味を持ってもらったり、まあ、一緒にコラボしていけたらいいんじゃないかなと思いますよね。はい、ということで第1弾お二人初対面ということで少し難しい真面目な話になってしまったんですが、皆さんには第2弾もお楽しみいただきたいと思います。さあちょっとね今回こんな豪華なセットにはなっているんですが、皆さんにお楽しみいただきたいのはこちらの景色です。いかがですか石川さん。東京って感じですよね、もう都心。はい、五感さんいかがですか。いやなんか皇居ということで重圧感がすごいですね言葉に重みがある、はい、ということで皆様第2弾もご期待ください。